暗黙知とは、経験的に使っている知識だが簡単に言葉で説明できない知識のことで、経験値と身体値の中に含まれている概念。例えば微細な音の聞き分け方、覚えた顔を見分けるときに何をしているかなど。マイケル・ポランニが命名。経験値とも。暗黙知に対するのは、言葉で説明できる、形式値。 暗黙知としての身体動作は説明しにくいが、経験値では認識の過程を言葉で表すことができる。暗黙知と形式値の関係を氷山に例えた、図簡単に説明できないが、理解して使っている知識が存在する。誰かの顔を見分けるということは、その人の写真を見せてもらえば覚えることができるが、 もろもろの特徴をいかにして結びつけているのかについては説明しにくく、これが暗黙知である。例えば、自転車に乗る場合、人は一度乗り方を覚えるととしつきを経ても乗り方を忘れない。自転車を乗りこなすには、数々の難しい技術があるのにもかかわらず、である。そしてその乗り方を人に、 言葉で説明するのは困難である。それゆえ知識から人間的要因を恣意的として排除しようとすると、決して操作に還元し得ない、知るという暗黙の過程をも否定することになり、知識そのものを破壊してしまう。暗黙地を単純に、語り得ない知識と、同一視することが広く行われているが、これは、安富歩が指摘したように誤解である。 純教悪など関連する研究はあるが、暗黙地の認知的次元を経営学、社会学的に理論化する試みは、未だ発展途上の段階にある。ハンガリー出身の科学者、哲学者、社会学者のマイケル・ポランニーが著作、暗黙地の次元において、シッとノーイングという科学上の発見に関わる、知という概念を提示し、あるものをそれぞれ遠隔的項目、 近接的項目と呼んだ。このような傾向を近代の学問の中に見出したため、ポランニーは科学者から哲学者へと転向した。暗黙知は3つの観点から形式値と区別することができる。ポランニーの用語を利用した理論に、ナレッジマネジメントの分野で使用される、野中育次郎の暗黙知がある。野中は暗黙知という言葉の意味を、 暗黙の知識と読み替えた上で、経験や勘に基づく知識のことで、言葉などで表現が難しいものと定義し、それを形式値と対立させて、知識経営論を構築した。野中は、暗黙値を、技術的次元とは別に認知的次元を含めた二つの次元に分類している。このの中の暗黙知論は、ポランニーの理論とは、根本的に異なっており、野中独自の、 工夫と見た方が良い。ただし、同概念そのものまで、野中独自の草案だとする一部見解は、ボランニーを引用しつつ、野中同様、暗黙地認識を展開した例は他にもあることから、課題評価だと言える。従来の日本企業には、職員が有するコツや感ノウハウなどの暗黙地が、組織内で代々受け継がれていく企業風土、企業文化を有していた。 そうした暗黙地の共有、継承が日本企業の強みでもあった。しかし、合併、事業統合、事業上渡、辞任削減など、経営環境は激しく変化している。加えて、マンパワーも派遣労働の状態化、短時間労働者の増加、早期戦力化の必要性など、雇用慣行の変化により、同一の企業文化の中で育ったほぼ均等な、 能力を持つ職員が継承していくといった前提は、崩れ、このようなステマに変化つつある。このため、現場任せで、自然継承を待つだけでなく、形式地下していくことが必要とされる。その方法として、文章、図、表、マニュアルなどがある。こうした、形式地下は、ナレッジマネジメントの目的の一つとしている。すなわち、 個人の有する非言語情報はそのままでは共有しにくいので、名文化、理論化し、知識の共有化を進めていこうという論法である。情報システムはそうした形式地化、共有化に貢献し得るのではないかとされている。しかし、形式地化しようとすると、漠然とした表現かつ膨大なデータ量となり、検索が困難で共有化が難しいとの指摘がなされている。 ただ、近年、形式的、分析的な管理手法が企業を席巻する中、暗黙の次元の重要性を経営者に意識させた効果があったとされる。CC モデル。イエール大学の心理学者、スタンバーグラは、優れた業績を上げている、管理職の経験から得られた知識をまとめてきており、3種類の暗黙値が得られている。プロジェクトマネジメント。 また他者について、チームワークや人間関係作り、また自己管理で動機づけとなる。この3種類の暗黙地は、営業職や研究職でも使われているものである。熟練者の暗黙地の機械化やマニュアル化も進んできた。しかし、経験や実践を通さないと、マニュアルを読んだだけではすぐには身につかないため、経験をいかに織り交ぜて暗黙知をも継承していくかについて、 重要な課題となっている。野中育次郎らが提唱した CC モデルは暗黙値と形式値が組織の中でどのように共有され新しい知識の創造に結びつくのかを説明するモデルで共同化、表出化、連結化、内面化の4つで構成される。徒弟制度やオンザジョブトレーニングなどを通じて暗黙値を暗黙値のまま経験的に受け継ぐことを共同化と呼ぶ。 暗黙地は、表質化によって、第三者にも理解できる言葉に変換されると組織で共有されやすくなる。集団に共有された形式地は、連結化によって体系化され、結びつくことで新たな知識やイノベーションを生み出すことに寄与する。連結化によって生み出された新たな形式地は再び個々の人に暗黙地として内面化される。 暗黙知は共有されにくい知識であるため暗黙知を形式地化する表質化が四神モデルで特に重要視される。ありがとうございます。